皆さんこんにちは、今日はですね多分、大変なニュースがね世界を駆け巡りましたね、まあ、ご存知の方もいると思うんですが、インスタのね個人情報インド企業が無断公開かと書いてあります。インフルエンサーら4900万件以上と書いてありますね。いやー4900万件以上のインスタのね個人情報が無断公開された可能性があるということです。いやー多分ねもうご存知の方もいると思うんですがちょっとね詳細を軽く読んでみます。米 Facebook 傘下の写真共有 SNS インスタグラムは20日、インフルエンサーと呼ばれる大きな影響力のある同サービス利用者らのアカウント情報が無防備で公開されているのと報道を受け、その経緯を把握しようと動いている。個人情報が公開されている状態については IT ニュースサイトテックランチが報じたと書いてありますね。報じられたところによるとあるセキュリティ専門家らのインフルエンサーの個人情報が公開されているのと指摘を受けてテックランチが独自調査を行ったところ、インドのムンバイを拠点とするソーシャルメディアマーケティング会社チャットボックスにたどり着いたと書いてありますね。インドのねソーシャルメディアマーケティング会社チャットボックスという会社ですかね。これねインスタグラムは電子メールや電話番号などの問題のデータがインスタグラムから取得されたものなのか、それとも他の情報源からのものなのかを調査していると書いてありますね。このチャットボックスに対しデータの入手方法となぜ公開されていたのかを問い合わせているということです。これらのデータベースにはプロフィールなどの公開情報のほか電子メールアドレス、電話番号なども含まれ、それらがパスワードなしで観覧できる状態になっていたとされる。いやー怖いですねこれね。電子メールや電話番号などね個人のプロフィールね、観覧できる状態になってたということです。またデータは4900万件以上に上り、チャットボックスへの問い合わせが行われた直後に全てのオフラインとなったという。チャットボックスはコメントに応じていない。同社ウェブサイトは自社についてブランドとインドソーシャルメディアのインフルエンサーがコラボレートするためのプラットフォームだと説明している。これはインフルエンサーに報酬を渡し特定のコンテンツをアカウントに掲載してもらうビジネスだと書いてありますね。いやー4900万件以上のインスタの個人情報がね無料でね、誰でも観覧できる状態にあったということですね。個人情報、特にねインドのこのねチャットボックスっていうね会社ですか、大丈夫なんでしょうかねこれね。今やねもう日本人のほとんどの方がインスタやられてると思うんですね。私もね、まあ、初めて、まだそんなに経ってないんですがとても心配ですねこれね。まあもしねまあちょっとね個人情報をね、無断公開かということですね。どうしてこうなってしまうんでしょうね、ちょっとよくわからないですがね。でも4900万件以上ということは日本の人口の約3分の1以上を占めて、まあ1億3000万いるということで日本の人口が、まあ、そのうちのね4900万件以上ですから、まあ、5000万人としても、もう半分近い人のね個人情報が流出されてしまう、まあ、無料でね見れるようになってたということですよね。無断公開になってたということです。まあということはですね、まあ、全世界でね、無断公開、全世界でのインスタの方の4900万件ですから、日本人がどれぐらい含まれたたのかっていうのはちょっとわからないですけどね。いやでもねちょっと心配ですよね。まあねちょっと今後こんなことがないようにしてもらいたいなという感じがあります。まあとにかくねもし詳しく調べたい方はねもしネットで書かれてますので、調べてみてはいかがでしょうか、いや私もねちょっとインスタ始めてまあ間もないのでちょっと心配ですね。今後の動向を見ていきましょう。4900万件以上のね
個人情報が無断で、見れる状態になってたということです。はい、まあちょっとね心配ですが、今後の成り行きを見守ってみましょう。まあ詳しく知りたい方はね、ちょっとネットで見てはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。まあね、こういった最新情報、いろんな情報、あとお得情報をね、ネットにないね、情報とかためになる情報をね発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。